はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、トマトですね、ここまだね、追肥とかしてないんですけれども、すごくね、大きくなってきました。今日はですね、そんなトマトになるんですけれども、ちょっとね、実がですね、変な感じに、ね、なってきていますので、今日はその実が変な感じになってきた時の原因と対処法ですね、そういったところをですね、ご説明していきたいなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、これね、トマトのね、今先端の部分になるんですけれども、このようにですね、すごくですね、元気よく成長しています。ちょっと全体像を見てみますと、このように下の部分からですね、トマトがグググググっと伸びてきて、ググググっと伸びてきて、このようにね、先端ですね、なっています。そしてこれとかね、見ていただくとすごいですね、トマトね、元気よく、すごいツヤがね、綺麗ですね。ツヤが綺麗でね、健康的にね、育っていまして、茎もですね、こんなにね、太くてですね、はい、生き生きとね、育っています。ちなみにですね、今これが1段目のトマトですね。すごいですね、これ中玉トマト、フルティカというね、ものになります。これが1段目育っています。あとね、ちなみにここね、ちょっと害虫ですね、虫がいます。これはテントウダマシっていうね、虫になって、葉っぱをですね、このように食べられちゃうんですね。なので、こういったね、ものがいましたら、ちょっとね、取って、はい、別のところにね、置いてしまったりですね、していくといいですね。そしてこういうね、食べられた葉っぱとかね、ウイルスが感染してしまう危険性があるので、取ってしまったりとか、あとこの先端の部分とかね、ちょっとうどんこ病っぽくですね、粉になってきていますね。こういった葉っぱもですね、広がってしまう危険性がありますので、取ってね、他のところにね、ちょっと干渉しないところに、置いてね、やっていくといいですね。でもね、それすごいですよ、これ見てみてください。1段目ね、こんなに大きくなって、そして2段目ですね、2段目のトマトですね、ずらーっとですね、大きくなってきていまして、そして3段目ですね、ちょっと見えにくいけれども、これが3段目になっています。そして4段目がね、このように出てきて、今5段目ですね、が出てきて、そして6段目の花までね、出てきています。だいぶね、大きくね、順調に成長しています。そしてここね、見ていただくと、この花の部分がね、あるんですね。わかりますでしょうか。ここね、花があって、本来なら花が咲いたら葉っぱとかね、このようにね、出てこないんですね。これは栄養が強すぎる場合、いい場合ですね、に出てきたりするんですね。ただこうすると栄養がですね、こちらに取られてしまって、バランスが悪くなってしまいますので、こういうのありましたらね、このようにつまんで取ってあげるといいですね。さらにこれ脇芽ですね、脇芽が出てきて、またここから茎が伸びて成長しようとしてきていますので、これもね、取ってしまいます。そうするとここ、今花ですね、 1,2,3,4 で、先端も 5,6,7,8,9,10、そしてこちらも分かれて11、12、13、14、15、16、17、17個入ってますね。なので17個ですね、ここトマトがなります。ただこれね、今花が咲いてると思うんですけれども、この先端の部分ね、まだ花が咲いていないのもあります。大きいですね、トマトを育てる場合には、このように花のね、あるものですね、ミニトマトとかね、そこまで気にしなくてもいいんですけれども、中玉トマトもね、そんなに気にしなくてもね、よかったりするんですが、せっかくなので大きなね、トマトを育てたいと思うので、このつぼみの部分ですね、こういったものはですね、ちょっと取ってしまおうかなと思います。これですね、はい、このようにつまんでね、取って、花の咲いているものですね、をしっかりね、受粉させて大きくして、はい、成長で、ね、させていきたいと思います。そしてさらにね、この先端見ていくと、これもね、花が咲いて、実になってね、いくんですけれども、ここからね、下見ていただくと、脇芽がね、出てきています。これはね、取ってしまって、栄養が分散しないようにね、してあげるといいですね。はい、こんな感じでですね、トマトは管理をしておくことで、どんどんですね、大きく成長していきますので、はい、やっていきたいなと思います。ね、見てみてください。こんな感じでですね、元気よくですね、成長してきていますね。はい、これからのね、成長が楽しみです。そしてこちらは垂直栽培でね、やっているところになるんですけれども、すごいね、生い茂ってしまっていまして、はい、すごい伸びています。特にね、
追肥はしてないんですけれどもね、やはり成長は具合がいいですね。そして同じくこちら、はい、そしてねここもね見ていただくと同じですね。こちら下の部分は花がね咲いてると思うんですね。この部分ですね。あ、これ面白いですよ。はい、こちらね見ていただくとこのようにね実がずらずらずらーってねなっています。わかりますでしょうか。こんな感じでですね実がねなっていまして、本来ならここで終わってるはずなんですけれども、この先端の部分ですね、また葉っぱが出てきまして、このように花が咲いて、さらにまた葉っぱがね出てきています。これね、まあ、すごい栄養はねいいっていうねことになるんですけれども、こちらの実にですね栄養がいかなくねなってしまいますので、ちょっとかわいそうですが、これはね取っちゃいます。わかります。面白いですねこれね。わかりますか、こちらトマトですね。はい、なのでこういうのはね取っちゃいますね。よいしょ、はい、OK です。でこれでね元気よくですねトマト成長していきます。あ、ちょっともったいないことしましたね。これねフルティカっていうね美味しいトマトになるんですけど、ちょっと今振動を与えてしまって落ちてしまいました。ちょっと中せっかくなのでね見てみましょうか、どんな感じで育っているでしょうか。はい、あーすごい、見てみてください。まだあれですね、熟していないとこの部分ってあれなんですね、普通なら赤いんですけれども緑色になっています。あ、トマトのでもねすごいいい香りがしますね。あ、ちょっとね今ね舐めてみたんですけれども、ほんのりね甘いです。はい、はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、まあ肥料はねそんなにあげてはないんですけれども、土の状態がねすごく良くてですね、ぐんぐんとですね、大きくなって、しかもね垂直栽培でね育てている、トマトとかもねありまして、そういったのもあってね、植物のホルモン成長する力ですねを引き出してですね大きくねできているのかなと思います。ただですねちょっとね整理をすることによって美味しいですねトマトね収穫、しかもね大きくすることもねできたりしますので、よければね参考にしてみてください。はい、でまたね質問とかありましたらですね、こちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらもねよければ参考にしてみてください。はい、で最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。